法が x プラス5、分子が x マイナス2となっていて、分母と分子の両方に x という文字が含まれています。分数式でも分数の計算と同じように約分することができます。もし分数式の分母と分子が因数分解されていて BC 分の AC の形になっている場合、分母と分子を共通因数 C で割って BC 分の AC イコール B 分の A となります。では実際に問題の方で分数式の約分をやってみましょう。さあ最初の問題は XY 分の Y という分数式です。この分数式は分母が X、 分子が Y となっています。分母と分子の両方に Y という文字が含まれています。分母と分子を Y と分して XY 分の Y イコール X 分の1となります。